します。ですね、5月もですね、半ばを過ぎましたけども、はい、今月とですね、来月は母の日と父の日と家族に感謝をする日が、ね、続きますね。いい月です。何かあった？母の日とか。母の日過ぎましたけども、母の日はとりあえず僕は、まあ、メールぐらいですかね。でも毎回物を送るのも俺はなんか性に合わないので、あ、交互にねやっております。あ、いいですね。みっちゃんは何かしたんですか？僕は何もしてないです。まあ何もしてないですか？まだ何もしてないです。何かする予定はあるんですか？ハッピーマザーズデーっていうのを電話で言いました。それだけ。すごい新しいな、うん、ハッピーマザーズデー言っただけ。送っただけ。この先右折専用レーンがあります。大喜利の話題に家族が答える家族大喜利が、あ、おかげさまで好評やった。そうですね、でありがとうございます。好評やったらしいね。好評でした ね。回答したのは僕はですね、お父さんだけですけども、ミッチーの場合お父さんとお母さんとお兄ちゃんが家族でした。はい、すごいね、家族当然できましたよ、ね、ようみんなやってくれたな。ようやってくれたよね。これはすごい、逆になんか俺だけ俺の家族だけめっちゃ参加率低いみたいになるけど、まあこれ一人だけだというね。でもあれやで、長野とか大悟くんもそうやってしなさいで。いや、これ一人だけでも回答してくれてるのすごいありがたいです。ただミッチーの家族がすごいみんな大賛成って感じなの。そう、みんななんか出始めてって。そう、だいたいわかる。もうミッチー、リュウチェ、ジョーくんの家族がもう勢ぞろいやったね。そう、勢ぞろいしてましたよね。でこれ収録して、まあ、家族とかはなんかご連絡とか取りましたか？なんか、いや、あのね、逆に来た。配信された後に姉からメールが来まして、あの YouTube で、そう、スーパーボールってお前の言い方が悪いわっていう、あ、言い方問題で俺の整理すんなよっていうのは話しましたけど、あれね、言い方じゃちゃうわ、言い方がもうちょっとあったらもうちょっと笑い取るしたでって。どんだけ笑いにどういうふうやスーパーボール持ってたけど、書くのはやっぱりあれ家族でやっぱりセンスを見てた。あの初めて見た時に、俺より面白いのよ。俺のそのみんなね、まあお母さんは省いてやけど、お父さんは結構そういうのあれなの。お父さんは結構、まあ俺よりは面白いの。我々なんか結構こう、そうそう言ってくるね。そう、結構言ってくるんですけど、なんでかね、大喜利になってくるよね。俺と同レベルなんてな。言い方違いだった。ミッチーっぽい。いや。なんか超天外な回答、ミッチっぽかったけどな、みんな。あ、マジでスーパーボールとか特に。お姉ちゃん大好き。兄弟揃ってなんかやっぱ似てんなぁという。あ、そう、だから そういうのも家族っぽいのかな、だから。似てた、似てる部分あったよ。いや、そういう面でも楽しめればいいですよね。いいですよね。はい、ぜひまだ見てない方は見ていただけると嬉しいです。お願いします。というわけでですね、今週も無な気持ちを忘れずにお送りしていきます。ここで一曲、山田くんが出演されているドラマの主題歌でございます。平成ジャンプさんで、ティアマイラバー。できる人死んでまっかって。